エミの日本語ラジオ。皆さんこんにちは、エミです。エミの日本語ラジオを聞いてくれてありがとうございます。さて、あっという間にもう2月の下旬。早いですよね。今年に入って間もなく2ヶ月が終わろうとしています。本当に早くてびっくりです。今日は先日行ったコンサートのお話をしようと思います。前にも自己紹介でちらっとお話ししましたが、私はラテン音楽、スペイン音楽が大好きで、よくコンサートにも行くんですが、なんと今回は念願のリカルド・アルホナのコンサートに行ってきました。リカルド・アルホナといえば、特にラテンアメリカではすごく有名なので、これを聞いてくださっている皆さんはご存知かと思うのですが、中米のグアテマラ出身のアーティストです。私は以前約4年ほどグアテマラに住んでいたことがあるのですが、その時に初めて知って、滞在中は本当によく聞いていました。私が住んでいたのは世界遺産にも登録されているアンティグアという町だったんですが、リカルド・アルホナはその隣町のホコテナンゴ出身で、アンティグアの人たちも本当にみんな誇りに思っていて、町を歩いていても彼の曲がよく流れていました。ホコテナンゴにはリカルド・アルホナという名前の通りもあるんですよね。そのアルホナのコンサート、私がグアテマラに住んでいる間には一度も機会がなくて、もちろん日本にも来ないので、もう行けないのかなと諦めていたんですが、なんとこのスペインで実現しました。今ちょうどヨーロッパツアー中で、スペインの他にパリ、ロンドン、ローマ、ミラノ、ベルリンなど、スペイン語圏以外のヨーロッパ主要都市でもコンサートが行われます。これってすごくないですか？もちろん私のようにスペイン語ネイティブじゃない人たちの中にもファンは大勢いるでしょう。そして何よりも他の国に住んでいるスペイン語圏の人たち、スペインやラテンアメリカの人たちにとってもすごく嬉しいことですよね。私が行ったセビージャのコンサートにも大勢のラテンアメリカの人たちが来ていました。グアテマラをはじめ、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビアなど、たくさんの国旗が会場を待っていました。私も日本の国旗を持っていけばよかったかななんて思ったんですが、誰も気づいてくれないかもしれないですね。日本語は日本でしか話さないし、スペインで目にすることはあまりありませんが、スペイン語はたくさんの国で話されているので、スペイン語圏以外の国を旅行していても、いろいろなところで聞いたり見たりできて本当に羨ましいです。私もオランダで英語学校に通っていた時、スペイン人やペルー人のクラスメートと仲良くなりました。あと道を歩いていてスペイン語を話している人がいたら、その人に道を聞いたりとかして親切にしていただきました。スペイン語の素敵な歌にもたくさん出会ったし、大勢の人とコミュニケーションも取ることができるし、スペイン語を勉強して本当に良かったなと思っています。また皆さんのおすすめのミュージシャンがいたらコメント欄で教えてくださいね。それでは今日はこの辺で。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバイ。